関数。数学における関数、関数、ラン、ファンクティ、関数とも書かれるとは、かつては、ある変数に依存して決まる値あるいはその対応を、表す式のことであった。この言葉はライプニッツによって導入された。その後定義が一般化されていき、現代的には、数の集合に値を取る、写像の一種であると理解される。日本語としての関数はもともと、 関数、旧字体では、箱数と書く。関数という語は中国語から輸入されたものであり、中国での書出は1859年に出版された李善蘭の大微積十求と言われる。微積文について日本語で書かれた最初の本、花井成光、福田藩編、筆算微積入門では、関数が用いられている。それに続く、長沢亀之助役、 微分学、岡本のリブミ役、左手微分析文学のいずれも、用語を、大微積受級、微積削減などによっている。明治初期に、東京数学会社で、数学用語の日本語訳を検討する訳語会が、毎月開催で、その結果が、東京数学会社雑誌で、逐次報告されている。この報告に、ファンクションの訳語は、第十二号の、元数と、第十四号の、 三角方箱数の2種類が登場する。一方、同志の本文では61号や63号で箱数が用いられている。箱が漢字制限による東洋漢字に含まれなかったことから、1950年代以降、同音の漢へと書き換えが進められた。このほか、漢数案もあった。学習指導要領に漢数が登場するのは中学校で1958年。 高等学校で1960年であり、それまでは関数が用いられている。関数表記は1985年頃までには、日本の初等教育の段階でほぼ定めした。関数の中国語における発音はという表記もある。肩の善一郎によれば、箱の字には包む、包み込むであるから、点イコール箱という表現は、点は地を運ぶように見え、従属変数の表現に、 独立変数が入れられているという意味であるという。なお、現代の初等教育の場においてはしばしば関数をブラックボックスの例えで説明することがある。この説明では、箱を箱と読むことと関連づけて説明されることもあるが、関数の語の書出は1859年なのに対し、ブラックボックスの語の書出は1945年、語呂とされることに注意を要する。 二つの変数、x と y があり、入力、x に対して、出力、y の値を決定する規則、x に、特定の値を代入するごとに、y の値が確定するが与えられているとき、変数、y を、x を、独立変数とする関数あるいは簡単に、x の関数という。対応規則を明示するときは、適当な文字列、特に何か理由がなければ、 ファンクションの頭文字から F が選ばれることが多いを使ってのように対応規則に名前を付与する。X の関数 Y を F と書いて、X イコール A を代入した時に決まる関数の値を F と表すのである。しかし、ここで定数関数の例に示されるように、個々の Y の値について対応する X の値が一つに決まるとは限らないことに注意しなければならない。 この F という表記法は18世紀の数学者、オイラーによるものである。オイラー自身は変数や定数を組み合わせてできた数式のことを関数と定義していたが、コーシーは上に述べたように、Y という変数を関数と定義した。Y が X の関数であることの別の表現として、変数 Y は変数 X に従属するともいい、Y を従属変数と言い表す。 独立変数が取り得る値の全体、変域をこの関数の定義域といい、独立変数が定義域のあらゆる値を取るときに、従属変数が取り得る値、変域をこの関数の地域という。関数の終わり域は実数 R や複素数 C の部分集合であることが多い。終わり域が実数の集合となる関数を実数値関数といい、終わり域が 複素数の集合となる関数を複素数値関数と言う。それぞれ定義域がどのような集合であるかは問わないが、定義域も終わり域も実数の集合であるような関数を実関数と言い,い、定義域も終わり域も複素数の集合であるような関数を複素関数と言う。ディリクレは X と F の対応関係に対して一定の法則性を持たせる必要はないとした。つまり、 ここの独立変数と従属変数の対応そのものが関数であり、その対応は数式などで表す必要はないという、オイラーとは異なる立場をとっている。集合論的立場に立つ現代数学では、ディリクリのように関数を対応規則 F のことであると解釈する。それは二項関係の特別の場合として、関数を定義するということであり、その意味で、 関数は写像の同義語である。より細かく、数の集合への写像に限る場合もある。写像に用いる言葉、例えばなどはそのまま用いることができる。数に値を取る関数に、特有の、つまり、一般の写像では、成り立つとは限らない性質もある。例えば、像を用いて、値ごとの演算と呼ばれる、関数同士の演算が定義できる、X を任意として、あるいはまた、 実関数、実一辺数で実数値の関数はグラフと呼ばれるで特徴を付けられる。関数を書き表すために標準的な方法がいくつかある。最もよく用いられるのが関数名と引数を明示する式を用いて関数を定義する、いわゆる関数規法で、これは関数の初等的な取り扱いにおいて関数それ自身と 任意の引数における関数の記念の区別ができないという微妙な問題点を生じさせる。一般に関数をイタリック体、着体字型の一文字、大抵は小文字のあたりで表すことは、レオンハルト・オイラーが最初1734年とされる。いくつか著名な関数の中には、複数の文字、大抵は2、3文字の 一般的にはその関数の故障の省略形をその関数を表す記号とするものもある。このように複数文字を使う場合には規約としてイタリックでなくローマン体、立体にする。さて、関数記法でフォーミュラ1、F の X における値が Y であると書けば、これは順序体が関数を定義する、順序体の集合に属することを意味する。 より具体的に関数の定義域をとすれば、関数を定義する、順序体の集合とは、でフォーミュラ7と書ける。しばしば、関数の定義は、関数が明示された引数に対して何をするのかという、形で行われる。例えばを、任意の実数に対して成り立つ等式フォーミュラ8によって定義するものとすれば、これはを平方して1を加えその制限を取るというより、 単純な複数の手続きの合成として考えることができる。複数文字の関数記号を用いる関数や誤解の恐れのない場合など、関数記法において引数を明示する丸括弧は省略されることがある。例えばでなくフォーミュラ9と書いてもよい。関数の定義域と終わり域を明示する目的では、矢印式法フォーミュラ10やフォーミュラ11、F は 点から y への関数、f は点の元を y の元に移すが用いられる。これに重ねて元の間の関係を示すため、f が x を f に移すことを意味するをしばしば書き加える。例えば、積の定義された集合上で書く元を平方する関数を紛れなく定義するには、フォーミュラ12のように書けばよい。元の対応はと書いてもよい。この方がむしろ普通。 しばしば関数記号や定義域及び終わり域については省略される。そのような記法は関数の任意の引数における値だけが等式で与えられている状況がよくあるので、その際に特別な関数記号を用意しなくてよいため有用である。例えば2変数の関数フォーミュラ13が与えられていて、第2引数を値に固定して得られるフォーミュラ14に言及したいとき、 この関数に新たに名前を付けなくても、フォーミュラ15という元の対応を表す矢印記法を用いれば扱うことができる。添え字記法も関数記法と並んでよく用いられる記法で、関数記法のは添え字記法では、フォーミュラ16のように書かれる。矢印記法において、記号は何の値を表すものでもなくむしろ単に、プレイスホルダーとしての意味しか持っていない。つまり、 左辺の任意の値で置き換えたとき、右辺のも同じ値で置き換えなければならないことを示すものである。従っての代わりにどんな記号を使っても良いのであって、そのためによく中黒が用いられる。こうすると関数自身をと書いて、任意の点における関数の値と区別をつけることができる。例えばを表すのに、フォーミュラ20と書いたり、上の限界が変数である。 定積分フォーミュラ21フォーミュラ22と書いたりもできる。数学の特定の分野では、その他の特別な記法が使われたりもする。例えば線形代数学や関数解析学では、線形形式をベクトルに作用させるときに、それらの間に成り立つ、相対性を明らかにするために、積の記法が用いられる。量子力学でも、同様のブラケット記法が用いられる。 数理論理学や計算理論ではラムダ計算の記法が関数の抽象化やなどの基本概念を明示的に表すために用いられる。言論やホモロジー台数では上で見た関数の矢印記法を延長あるいは一般化するように関数からなる図式及びそれらの合成が可観図式を満たすという意味でどのような可観性を持つかというで記述される関数が与えられたとき 定義によりの定義域の各点に対してのにおける値がただ一つ割り当てられる。おに、影に比に関係づける方法を特定あるいは記述する、やり方は様々である。場合によっては、関数が具体的にどのような姿形をしているかについては、一切言及せずに適当な性質を持つ関数の存在を定理や合理によって保証することもあるが、大抵は関数の定義の一部として、 その特定法や記述法は言及される。有限集合上で定義された関数の場合には、定義域の各点に割り当てられる割り域のもとをすべて書き並べることで関数を定義することができる。例えばフォーミュラ23の時関数フォーミュラ24をフォーミュラ25として与えることができる。四則演算やその他基地の関数を組み合わせた式。 ただし手続き的な操作や無限個の組み合わせではないによって関数が与えられることも多い。そのような式からは定義域の任意の元の値から関数の値を計算することができる。例えば一つ前の例のはフォーミュラ26とも定義できる。この方法で関数を定義したとき、その関数がどのような集合上で、 定義されているかの決定が難しい場合が時々生じる。例えば定義式が割り算を含む場合には、分母が0になるような変数の値は定義域から除かなければならない。同様に、実関数の定義に平方根が含まれる場合には、平方根の引数が皮膚となるような変数の値の集合に定義域が収まるようになければならない。式によって関数を定義する場合、 それらの式が持つ、性質、特性によって、関数を分類することもしばしば行われる。関数フォーミュラ32が全単者とは、の、角元に対し、の元がちょうど一つ、少なくとも一つ、かつ、高々一つ存在してと書けることであった。この場合、の逆関数フォーミュラ33が、任意の王を満たすに移す関数として定まる。例えば自然対数関数は、 正の実数全体のなす集合から、実数全体のなす集合への全単者であるから逆を持ち、それは指数関数と呼ばれる実数全体から、正の実数全体への関数である。関数フォーミュラ32が全単者でなくとも、適当な部分集合フォーミュラ35及びフォーミュラ36を選んで、のえの政権がからへの全単者となり、 その意味での逆関数を持つということは起こりうる。逆三角関数はこのような仕方で定義される。より一般に二つの集合の間の二項関係が与えられ、の部分集合は書元に対して適当なが存在してとできるものとする。どのに対してそのようなを一つ選び出す判定法がわかっているものすれば関数フォーミュラ37を定義することができ。 関係から影伏せ的に定まるとの意味で、影関数と呼ぶ。影関数定理は点の金棒における影関数の存在と一意性を保証する、緩やかなカビ分成条件を提供するものである。適当な関数の原子関数として、たくさんの関数が定義できる。例えば自然対数関数は、逆数関数の原子関数でにおける値がとなるものとして定義される。 誤差関数もこのような方法で定義される関数の例である。より一般にほとんどの特殊関数を含めた多くの関数は微分方程式の解として定義される。最も単純な例として指数関数はその微分が自分自身に等しいような関数の中でにおける値がとなる唯一の関数として定義することができる。べき級数は その収束域を定義域として関数を定義することに利用できる。例えば指数関数はフォーミュラ38と定義できる。しかし、べき級数の係かり列は極めて22に決めることができるから、収束べき級数の和としてかける関数は大抵すでにどこか別の場所で定義されていたり、係かり列もその別な定義に基づく何らかの計算で決まるなどしているものである。 べき級数は、そのような関数の定義域を拡大することに、利用できる。典型的には、実変数の関数が適当な区間上で、テーラー級数の和と等しいとき、その級数を用いて、直ちに適当な複素領域、つまり、級数の収束円盤上の複素変数関数に、定義域を拡大することができる。これはさらに解析接続を用いて、複素数平面上の、 さらに大きな領域へ拡大できる。この方法は複素変数の指数関数、対数関数及び三角関数の定義に一般的に用いられる方法である。定義域が非膚整数であるような関数、つまり数列はしばしば全化式によって定義される。基本的な例として、非膚整数にその解乗を対応させる関数フォーミュラ39は、 全化式フォーミュラ40と初期条件フォーミュラ41によって決まる。関数のグラフは関数の直感的病像を与えるために広く用いられる。グラフからは、例えば関数がどのように増減するかといった関数の性質を読み取ることができて関数の理解に役立つ。関数によってはその表現に棒グラフなども利用できる。 与えられた関数フォーミュラ32のグラフとは、形式的な集合フォーミュラ43のことである。よくある場合としておよびが、実数全体、あるいはその特定の部分集合、例えば区間などの部分集合となっているとき、実数の組みフォーミュラ44を二次元の座標形、例えばにおいて座標を持つ点と同一視することができる。 このような関数の一部分の表示法の一環として、プロット図を書くことができる。こういったプロット図も、また関数のグラフとして、至るところでよく用いれる。また違った座標形を使って関数の図示をすることもできる。例えば平方関数のグラフは座標を持つ点の全体で直行座標形に表せばよく知られたように放物線になる。これをもし極座標系を用いて、 極座標を持つ点をプロットしたならば、この場合のグラフはになる。引数の取る値と関数の取る値を表の形に書き並べることによって関数を表現することもできる。定義域が有限ならば、このやり方で関数を完全に特定することができる。例えば、掛け算をする関数フォーミュラ45は、馴染みの定積表によって表すことができる。しかし、 定義域が連続的な場合には定義域の特定の値に対する関数の値しか表には表示することができない。中間の値が必要となった時には補完を使って関数の値を評価することは可能である。例えば制限関数の小数第6位までで丸めた値を並べた数表の一部を以下のように与えることができる計算機や電卓の登場以前には 対数や三角関数などの関数に対するこのような数表がしばしば編算され出版されていた。有限集合、あるいは自然数、または整数全体で定義された関数を表示するのに棒グラフもまたよく用いられる。この場合、角元は引く、軸上の区間を表しており、関数の値はの表す区間を底辺とする高さの長方形として表現できる。 17世紀に始まった関数の概念は、新しい無限小解析の基礎付けとなった、を参照。当時は、実変数の実数値関数しか考えられておらず、どの関数も滑らかな関数であることが仮定されていた、直に、多変数関数や複素変数関数に定義が、拡張されていった。19世紀後半には、数学的に厳密な関数の定義が導入され、任意の定義域及び、 終わり域を持つ関数も扱われ始めた。今や関数は数学のあらゆる分野において用いられる。初歩の基礎解析学では単に関数といえば一変数の実数値関数の意味である。より一般の定義が導入され厳密な設定の下で関数を扱うようになるのは実解析や複素解析においてであろう。実関数とは 実変数、実数値の関数、つまり、実数全体のなす集合を、終わり域とし実数からなる適当な区間を含む、部分集合を定義域とする関数を言う。以下本節では、そのような関数を単に関数と呼ぶことにする。数学及びその応用分野において最もよく、扱われる関数はさらに適当な生息性条件、連続性や、 微分可能性あるいは解析性などが課せられる。このような生息性があることによって関数はそのグラフを用いてよく視覚化することができる。以下、適当な区間上で微分可能であるような関数だけを扱う。関数は点ごとの演算が備わっている。つまり関数に対してそれらのは差、積をフォーミュラ46で定義すれば の定義域の交わりを定義域とする関数が得られる。同様にこれらの章をフォーミュラ47と定義することができるが、この場合定義域はの定義域の交わりからの0点を除いたものになる。多項式からは実数全体で定義された多項式関数が定まる。これには定数関数、一次関数、二次関数などが含まれる。二つの多項式関数の章である。 有利関数は、例除算が起きないように有限個例外を除くすべての実数を定義域とする。最も単純な有利関数のグラフは双曲線でを除く実数直線全体を定義域に持つ。未可微分関数の同関数も、また実関数である。実連続関数の原始関数は、元の関数が連続となる任意の外区間上で、可微分な実関数を与える。 例えば逆数関数は、正の実数全体のなす、集合上で、連続、さらに微分可能であるから、その原始関数でにおいて例となるもの、自然対数関数は、正の実数全体のなす、集合上で微分可能である。実関数がある区間上で単調となるのは、平均の変化率法方未四48の符号が、その区間内の点の選び方によらず一定であるときで、ある。 その関数がその区間で微分可能ならば、その区間上で微分係数の符号が一定であるときに単調となる。実関数が区間において単調であるならば、の逆関数が空への関数として定まる。このような方法で逆三角関数は三角関数が単調となる。区間上で三角関数の逆関数として与えられる。あるいはまた、自然対数関数は、 正の実軸上で単調で地域は実数直線全体となるから、その逆関数である指数関数は実数全体から正の実数全体への全単者であることがわかる。他にも多くの実関数が影関数定理、逆関数は影関数の特別の場合から、あるいは微分方程式の解として定義される。例えば正弦関数や予言関数は、 線形微分方程式フォーミュラ49の解として、初期条件フォーミュラ50から定まる。終わり域の元がベクトルとなっているような関数は、ベクトル値関数と呼ばれる。ベクトル値関数は、例えば物理的性質をモデル化するような応用において特に有用で、例えばリュータ束の各点において、その点での速度ベクトルを割り当てる関数は、ベクトル値関数になる。 あるいは多様体のようにと似た、幾何学的、または、位相的性質を持つ、空間上で定義されたベクトル値関数を考える、こともできて、そのようなベクトル値関数は、ベクトル上と呼ばれる。解析学あるいはより具体的に、関数解析学において、特定の性質を共有するスカラー値または、ベクトル値の関数からなり、位相線形空間をなすような集合を、 関数空間と呼ぶ。例えば、コンパクト大付き、つまり、適当なコンパクト集合の外側では常に例となる、滑らかな実関数全体のなす集合は、シュバルツ超関数論の基盤となる、関数空間をなす。関数空間ではその代数的及び、位相的性質を利用して、関数の性質を調べることができるようになるから、より進んだ、解析学において、 関数空間は基本的な役割を果たすことになる。例えば、常微分方程式や変微分方程式における解の存在や一位性を言う全ての定理は関数空間を調べることで得られた結果である。複数の変数によって値が決定される関数を多変数関数という。これは複数の数の集合たちの直積集合から数の集合への写像であると解釈される。 ベクトルの集合を定義域とする独立変数を持つ関数と解釈することもある。N 個の変数で決まる関数であれば N 変数関数とも呼ばれのように書かれる。例えば和に変数関数である一つの入力に複数の出力を返すような対応規則を関数の仲間として捉えるとき多可関数という常に N 個の出力を得る関数は N 値であるといい。 その N を多可関数の可数と呼ぶ。例えば正の実数にその平方根を与える操作は、正と負の二つ値を持つので、二可関数である。多可関数に対し、普通の一つの値しか返さない関数は一可関数と入れる。多変数関数は、独立変数が、ベクトルに値を取るものと解釈できるということを上に、述べたが、逆に重属変数が、 ベクトルの値を持つような写像も考えられ、それをベクトル値関数という。ベクトル値関数が与えられたとき、像のベクトルに対して、その各成分を取り出す写像を合成してやることにより、通常の一過関数が複数得られる。つまり、定義域を共有するいくつかの関数を一つのベクトルとしてまとめて扱ったものが、ベクトル値関数であるということができる。一つの例として、 実数全体 R で定義された2価の関数はベクトル値関数として扱うことができる。また、定義域のコピーを作って定義域を広げてやることで、その拡張された定義域上の1価の関数とみなすこともある。複素変数の対数関数ログは素朴には無限高関数であるが、 これをログのリーマン面上の一過関数とみなすなど、定義域を広げて一家にする手法は、解析的な関数に対してししば用いられる。多変数方程式がいくつかの関数関係を定義することもある。例えば、のような式が与えられているとき、X と Y は独立に別々の値を取ることはできない。X に勝手な値を与えるならば、Y は、 x の値によって取り得る値の制約を受けるからである。このことをもって、独立変数 x と従属変数 y が対応付けられると考えるとき、方程式解イコール例は、x の関数 y を影に定めるといい、y を x の影伏せ関数、または影関数という。これに対して y イコール f と表されるような関数関係を、 y は x の y 間数である、あるいは y は x で比に表されているなどと言い表す。影伏せ的な関数関係が解イコール0によって与えられていて、ような関数関係 y イコール f が適当な集合 d を定義域として解イコール0を満たすなら、この y 関数 y イコール f は d 以上で関係式解 イコール例から影伏せ的に得られるという。関数の概念を広く取らず、一家で連続である場合や一家生息な場合などに考察を限ることは、しばば行われることであるが、そのような過程のもとでは、影関数から影伏せ的に得られる、要関数は一つとは限らず、一般に一つの影関数は、定期域や地域でより分けることにより、複数の要関数に分解さる。この時、 影伏せ的に得られた個々の要関数を元の影関数の枝という。また、影関数の複数の枝を総じて扱うならば、影関数の概念から多可関数の概念を得ることになる。例えば、方程式が定める影関数 y は全域で2つの1か連続な枝を持つ2か関数である。また、媒介変数を導入して関係式を分解し、各変数を 媒介変数の要関数として表すことによって、影関数を表すこともある。例えば、方程式に x3y、イコール例は、媒介変数等を導入して、と表すことができるが、これによって、y と x の影伏せ的な関数関係が、表されていると考えるのである。有限集合からの関数は、実質的に数の組あるいは数列と呼ばれるものになる、適当な演算を入れて、 ベクトルと見ることもできる。それはつまり、集合の角元に序列を与えて1、一二 n と並べるとき、キロイコール一二 n に対して、x イコール x を対応付ける関数、x を、の形に表すのである。これは有限列であるが、無限列を考えれば、それは、各自然数、n に対して、数、s を対応させるという関数を考えていることに、 他ならない。もっと一般に数の属を考慮に入れれば、通常の実関数 f イコール f を x を添え字に持つ実数の属と読み替えることができる。関数を変数にとる関数は、特に反関数と呼ばれる。特にある集合上の関数の作るベクトル空間から係数体への線形写像を線形反関数という、文脈によっては、 単に半関数といえば、線形半関数を指すこともある。例えば、積分は、可積分関数 F を変数とみなして様々に取り替えることによって、半関数解を与える。積分は、線形性を持つから、解は、線形半関数である。有限個の変数の組を考えることも、関数の一種であったから、半関数は一つまたは、 複数のパラメータで添えじつけられる一般には無限個の変数を持つ関数の一種とみなすことができる。また、有限次元ベクトル空間は規定を固定することにより、その座標で表される係数体の有限個の直積と同型であるから、そこからの反関数は多変数関数と同一視できる関数に対して数を対応づけるという反関数の概念は、 さらに関数に関数を対応づける、作用素の概念に一般化される。手話率の超関数、分布の理論は、半関数の一種、コンパクトな台を持つ無限外微分可能関数の作る、空間上の連続線形半関数として、超関数を定義する。通常の局所化積分関数に速度をかけて、積分作用素としてみると、この意味で超関数とみなされる。 このような連続線形反関数を用いた、定式化の方向でよりも大きいクラスとしては、超分布が知られている。一方、佐藤の超関数は、総計数、コホモロジー等の大数的手法を用いて定義される。この大数的手法の解析学への導入により、線形微分方程式系の大数化である、家群の理論等、大数解析学と呼ばれる分野が開かれた。 以上の超関数のクラスは局所化可能。言い換えれば、そうをなすということが重要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。